群馬の地酒大使、泊まるあきこです。さあ、群馬の、えー、地酒を紹介してきまして、今日は四蔵目になります、えー。こちら並んでいるのは群馬泉ずみ、えー。これはですね、大田市にある島岡酒造さんのお酒になります。まあ日本酒と言いますと、もう時代によって本当に好まれるお味が様々で、まあ例えばあの綺麗ないい辛口の水みたいなお酒。 がが流行ししたた時時期期ももあありりりまますしあの,銀の香り華やかなお酒好れまあ今は本当にいろんな日本酒が飲まれておりましてもうどんな日本酒も美味しいという、えー、日本酒きにはもう百花繚乱の天国のような時代になっておりますが、まあ、そんな中で本当にこう変わらない一本信念の通った酒造りをしているのがこの島岡酒造さん群馬泉。 なんですよね,ね群馬泉の特徴と言いますとなんといっても山灰作りです山灰作り、えー、詳しいご説明するとちょっと長くなりますし私もかいまいちこう説明し,しづらいので、えー、一言で言うとあのとても時間のかかる丁寧な作り方のそして自然の、えー、乳酸菌の生きた自然の酸味のある お酒とといううことでしょうか山、ね、杯の,の,の独特の香りというのがあってこれがね本当にいいんですよねもう酒好きにはたまらないですよねなんか男らしいような感じがしますあの山杯の香りを嗅ぐとさあそんな中でも、えー、私が大好きなのがこの群馬泉の超特選純米でございます。これ美味しいんですよ本当に お米はあの群馬の所蔵公的米和かみず精米歩合が50%酸度が1.7アルコール度数は15度から16度ということなんですがまずはじゃあ,あのそのまま常温でいただきますでは大好きさあねまずは常温ですね えー、てててててなんかね群馬泉の場合こうちょっとこういうなんかごツっとしたなんか朱気が合うんじゃないかなっていう気がするんですよねおそうそうそうこの山灰の香り中にあの山灰でも結構ツーンときすぎるのは私ちょっと苦手なんですけどもう最高いただきます いや素晴らしい本当にいいお酒ですこれ結構ガツッとそのあの山あの酸味がね来るんですけどいやーこれは美味しいもう本当に酒らしい酒なんか堂々としたお酒っていう感じなんですよねうん男らしいぞ でさて群馬泉さんといえば、うん、やっぱりねあの山、ー、灰をこのぬるかでいただくのがもうたまらないので今からぬるかにしますぬるかですなんかぬるかはこういうそばチョコでいかがでしょうか、えー、江戸時代のなんかそばチョコらしいんですけど あくまで、ちょっとこう、無骨な感じで。ああ、香りがもうね、すごい、すごいんですよ。膨らんじゃって。鼻の奥、くーっとくる。これが塗る感のいいところですよね。なんか旨味と甘みがさらにこう膨らみました。 美味しいさあ酒の魚は何にしようかなということで今日はこちらですいきますよせーのじゃーんわーおー金沢の、えー、有名なお寿司屋さん愛知さんのデイクアウトです、えー、ちょこっとのミセットって全然ちょこっとじゃないじゃないですかマグロの漬けとそれからこれタケノコの煮たのかな とえー、甘エビの甘エビですね甘エビもあってあとなんだろう何だかよくわからないけれどもあっ鯛のこれ昆布漬けですねそれからイカを何か、えー、いい仕事したやつですね卵焼きと<お>何が合うかなえではあいじさんのチョコとのみセットからタイの昆布締めをいただきます。 うんうん、ああ、さすがもう上品なうーんこ布のうまみ。 さらにさらにそのもう昆布のうまみもあってでこの酒のうまみんかもうすごい今私の中でうまみがすごいことになっていますいやーたまらないなさあ、えー、この超特選純米はもう何でもあっちゃうんですよねすごいこうそういう何でも受け止めてくれるお酒なので。 こちらはですね。金沢市のまあ、これまた有名ラーメン店自然派ラーメン神楽さんの？チャーシューです。これ、本当美味しいんですよね。じゃ、あこれにも合うかやってみましょう。神楽さんのこのチャーシューはもう本当なんていうか、ラーメン屋さんのいわゆるチャーシューというもう枠を超えちゃってます。 香水の香りとチャーシューの甘み。ああ、たまらない。そして、超特選。わあ、これも本当に。豚肉のあの旨味を、さらに倍増してくれてます。いや、素晴らしいな、このお酒。 では続いて群馬泉の本醸造をいただきますこちらもはいぬるうにもちろん仕上げておりますよいただきますあやっぱり芳醇な香りだうんおーあ先ほどのあの超特選純米に比べあ超特選純米、えー、山ハに比べてなんていうんだろう もっとまろやかな感じ、あの香りもそれから味わいもあの酸味があるんだけれどももっともっとまろやかに、これいわゆる飲み飽きない、多分何時間飲んでても全然こう疲れないお酒ですね。うんうん、そして最後にこちら、えー、緑色の瓶も爽やかな群馬泉薄緑。 えー、最初にご紹介した超特選純米の新酒なんですね、えー、これはまあ冷やから常温がいいということなんですが常温でいただきますねさあ、えー、やっぱり新酒なんだけれども山イの作りは全く一緒なんでどんな味なんでしょうかえーあうん 山杯の香りがするんだけれどもあのなんかいわゆるこう瓶詰めのあの生酒のようなシュワッとした感じがあってすっごく綺麗ななお酒なんか私のイメージの中で山杯ってすごい男らしい感じだけれどもこれすごい女性らしいこう綺麗さがなんか両立してます。で、これはあの、えー 割とちょっとイタリアンっぽいようなそういう洋風なお料理と合うということで今日は洋風なお料理は家にいなかったのでチーズでチーズでいただきますうんこれカマンベールチーズ大好き。 ます、ね、なんか割とこう、まあ、クリーム系のものもあのさっぱりとしているのでこう優しくなんかマリアージュされるといいますかうんなんかモニエルなんかにも合いそうええいいですねこれ。 群馬泉そして薄緑どれも美味しかったです本当にもう日本酒いろいろあるしこれからもいろんな日本酒を私も飲んでいくと思うんですがなんかやっぱりいつも帰ってくるところはここっていう気がするんですよねもうそんな私の日本酒の心のふるさとと言ってもいい島岡酒造さんの群馬泉今日はご紹介しましたそれ,それではこれからも 群馬の地酒応援よろしくお願いいたします。